どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。 AB が6、BC が7、CA が4でマークをつけた角度が同じとき DE の長さはどうなりますか。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、いいですか。そしたらやっていきます。どうかな、できたかな。平面図形の問題は分かるところ、臭いところをどんどん解明していこう。まずは三角形 ABC に注目。ここに角の二等分線がある。だから三角形の内角の二等分線の定理が使えそうだよね。 AB 対 AC が6対4、つまり3対2だから BD 対 CD も3対2になるんだよね。そしたら DC っていうのは全体7を5個に分けたうちの2つ分だから 7×5分の2、 つまり5分の14ということがわかる。そしたら次は三角形 ABC の外角の二等分線に着目する。これは外角の二等分線の定理が使えそうだよね。 AB 対 AC が3対2だから BE 対 CE も3対2になるよね。あとは四角2が分かればDC と足し算してあげて DE を求めることができる。ここで BE が3に対して CE が2だから BC っていうのは1になるよね。四角1が7だから四角2は 7×2 で14になるよね。これで DE っていうのは5分の14足す14、計算して5分の84。これ答え。どうかな？できたかな？角の二等分線が出てきたら、まず真っ先に角の二等分線の定理を疑ってみよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。